昨年は大変お世話になりました。じゃあですね、まずは座長からご挨拶を一言お願いします。そうですね、昨年はですね3回、かしこみかしこみが公演をいたしましたね、はい、第1回公演、差し金、ささがねですね、差し金ではないですね、ささがね、ささがねです、はい、第2回公演もその後ね、夏やれます。そうですね、これは確か床ずれやったかな、床ずれじゃないです、全然違う、タハブレです、タハブレです、タハブレ、床ずれ、床ずってないです、床ずってない。その後にはね、はい、なんかコラボ演劇っていうのができまして、はい、あれなんだっけな、渋さんワン、いや渋さん言うて持ってるやん、いやいやいや、なんか見ました台本か、なんか見てない、渋さん言うて持ってるやないか、渋さんでいいんですか、渋さんもこういう状況、はい、いいよ、もう酒井君言ってんの、一緒にやりましたね、酒井君からちゃんと言って、そうですね、昨年の間はですね、皆様に大変お世話になりました、はい、お世話になりましたね、抜けてる？思いっきり忘れてるでしょ。なんか本日もあお日柄もよくみたいなところから始まる台本でしたよ、確か。そうですね。ちゃんとしたフォーマットがありますので、ね、挨拶。でそれにお見合いの挨拶かって俺が突っ込むっていうところ。その次から言いますじゃん。いやもう本当ね、本日お日柄もよく若い2人の門出を祝っていただき本当にありがとうございます。それお見合いやん、お見合いの。いやすいません。あそれではですね、じゃあ今日も酒井孝弘の新愛媛大陸を始めていきたいと思います。それ番宣、あなたがやってるラジオの番宣。ありがとうございます。ダメダメ。誰が分かるんですか、それ。愛媛大陸。そうなんですよ。でも、聞いてあげてください。そうですね。はい、よかったらね、聞いてあげて。9年中は、格別の引き立てを受けたま、受けたま、なんでしょうか、何て言うんでしたっけ。どれどれどれ。受けたまわり、受けたまわり、うん、お9年中は格別の引き立て、9年中は格別の引き立て、言えてへんやないかも、そもそも。すいません。台本も、まあ、9年中は格別のお引き立てを受けたまわり、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。言い切ろうとしてんのね。はい。それで新年の挨拶ね。はい。あ、これでいいわけ。はい。あ、いいんですね。はい。それでは改めて。歌手さんです。その振り方だ。これあれでしょ、かしこみかしこみの挨拶行きますよね。そうですね、もう新年ですから。ちょっと立って、はい、皆さんじゃあちょっとお正月お立ちいただきまして、はい、そうしましたら本年もよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。ます それでは、二礼。皆さんも一緒に、ね、二拍手。一礼。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。井上くん、メガネめっちゃ曇ってるやん。めっちゃ曇ってますよろしくお願いします、今年もお願いします。